こんにちは、暮らしとコーヒーの動画です。今日のテーマはこちら、2022冬コンビニコーヒー最強決定戦です。暮らしとコーヒーの動画、ローソンからですか？はい、ローソンから行きます。はい、はい、こんにちは。こんにちは。暮らしとコーヒーの動画です。はい。ついに来ましたね。はい。はい。コンビニコーヒー最強決定戦。うん。もうね、何回も言ってるとコンビニコーヒーソムリエみたいなのが定着してくるかなと思って。そうですか。コンビニコーヒーソムリエとしてはですね、これはもう見逃せないと。っていうのが、はい、今年の冬がめちゃくちゃコンビニコーヒー熱いんですよ。で、この間やったセブンイレブンのブルマンブレンド。はい、もう大ヒット御礼ですよ。動画がすごい回ってて、はい、やっぱりコンビニコーヒーがこの冬本気出してきたっていうのがセブンイレブンを皮切りにどんどん広がってきたと。でセブンとローソンはもうリニューアルしてたんです、はい、でファミマが遅れたんですね。遅れたというか11月22日の、うん、だから昨日か、うん、になったんですけど、ファミマが一番遅かったと、はい、これで大手コンビニ3社がやっと出揃ったと。で、いつものこの企画ができるという流れですね。はい。暮らしとコーヒーの動画。コンビニ3社、大手3社ですね、はい、ミニストップはやらないのとか山崎のとか、いろんなコンビニがあるのはもちろん存じてるんですけれども、うちの周りにないっていうね。そうです。ね、もしミニストップさん見てたら、岡山に作ってくれたらここに並びますよ。ミニストップないよね。ない、岡山ないよミニストップ。なんでかな、わかんない。うちの県内にミニストップができたら、ここにミニストップが入ると。ミニストップは評判いいですよ、なかなか。へえ、うん、でもここに太刀打ちできるのか、やっぱりこの大手3社の力の入れようは僕が見てても異常だと思います。ん、まあ、各社どういうコーヒーなのかっていうのをざっとお話していきたいと思います。はい、はい、ではまずエントリーナンバー1番ですね、セブンイレブン。はい、セブンイレブンはなんと何ですか？レギュラーコーヒーと、はい、ブルマンブレンドです。はい、レギュラーコーヒーは濃さが選べますけど、何にしました？普通のやつ。普通です。あれが一番美味しかったですよね。はい、はい、前回の検証も普通でやっています、うん、ですのでブルマンブレンドと普通と。もうここの順位はね、動画見てくれた人は分かってると思うんですけど、やっぱり高級ラインが初めてちゃんとできたっていうね、うん、いうところですごく評価が、僕の中での評価はすごく上がっています、うん、あと蓋問題ね、いろんな人から蓋突っ込まれたんですよね。どうぞ言ってあげてくださいよ、夏美さん。蓋は黒、うん、色が違うよって言われて、今日は黒をはめようと思ったんですけど、黒はサイズが違った、ちょっと大きくって、うん、綺麗に入らなかったです。あれはなんでなんだろうね、黒の蓋ができないですよね、うん、お店側のミスなのか、なあるのかもしれないけどね。あ、なんかちょっと柔らかい、でもそもそもでかかったんでしょ、蓋が。でかかったんです、うん、ローソンさん。ローソン、はい、はい、ローソンはどんな感じか分かりますか？いつものアメリカーノみたいな入れ方です、はい、で種類も1種類なんです。そうです、はい。で今回からサルタヒコさんが関わっていると。うん、でローソンさんもともとカフェラテとかそういうところでサルタヒコさんスイーツとかね、うん、とかでサルタヒコさんとのコラボをしてたので、まあ順当にコラボして、コラボというか監修してもらって、これも上がったんじゃないかと、うん、まあ、初の監修が入ったコーヒーっていうのがローソンさんから出てきたと。で続いてファミマさんですね。はい、ファミマさんは何と何ですか？ファミマさんはレギュラーとモカブレンドです。はい、まあ、カスヤさんが監修してますよっていうのを強くずっと打ち出してるんですけど、リニューアルされてるそうです。こっちの方が先にリニューアルされました、はい、でその後で11月22日、うん、昨日ですね、アップデートがあったのがこちらモカブレンド。はい、強かったですね去年ね、うん、もう横綱相撲で圧勝でした、うん、去年のコンビニコーヒー冬の陣は、はい、っていう前年度のチャンピオンがさらにアップデートしたと、うん、でそのアップデートしたモカブレンドを引っ提げて、まさかの SCAJ 参戦っていうね、うん、コンビニコーヒーが SCAJ に出る時代ですよ。はい、なんなら一番注目されてましたしね、うん、ブース的に。であのメールをくれたね、彼女ともお会いして
夏美店長にメッセージもいただいておりますので、はい、また後ほどそのあたりは、はい、ということでかなり、まあ、僕はもう知ってるんですよこれ、はい、これとあれがどうなのかなっていうところも踏まえて今から飲み比べをして、うんうん、どれが一番美味しいか順位をつけていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。暮らしとコーヒーの動画はい、いきますね。はい、5種類のコーヒーが今手元にあります。はい、で、運ぶのはタンブラーを使って保温して運びました。はい、ですので温度は全て一定です。はい、で、タンブラーはなるべくあの味の変化がないやつを選んだんですよね。はい、はい、タンブラー選びも大事です、はい、まあ、1時間以内だったらタンブラーによる影響っていうのはほとんどないんだけど、うん、まあ、それでもちょっといいタンブラーで運んだというところですね。うん、はい、味移りがないやつですね。はい、まあ、タンブラーについては詳しくはこの動画を見ていただければなと思います。公平を期すために、はい、今どれがどれか分かんない状態で番号だけが振られています、うん、1、2、3、4、5 ですね。これを順番に飲んでいって、うん、順位をつけていきましょう。うん、はい、ではやってみましょうか。いただきます。強烈にうまいやつがいるね。あ、わかった一個強烈にうまいやつがいるね。ちょっと待ってね、最後飲むわこれそうかもしれんこれだ。まずい。わあ、どうしようかな。悩みますな。分かりやすさがなくなったね。このコーヒーここでしょみたいな、うん、ところが前一口飲んですぐ分かった。じゃないですか。よっしゃこうだ、うん、なるほど、はい、もう決まったと。そうなの。これ夏美さん1位から順番ってこと。そうそうそう。あ、こっちからですか。いや、僕はこっちからです。こっちからですかいいですか、いきますかはい、暮らしとコーヒーの動画3位から開けていきますか。3位から、はい、3位から開けていきましょう。はい、はい、3位のコーヒーですね、はい、僕は1番を選びました。夏美店長は。私2番。なるほど、3位は僕が1番のコーヒーで夏美店長が2番ですね。はい、もう見ますか。はい、1番はローソンです。いや、そんな気がしたわ。私はセブンのブルマンです。下行きますか。はい、4位。はい、はい、はい、4位行きますよ。はい、4位は僕は2番を選びました。私は5番を選びました。はい、ということは4位は僕はブルマンで、夏美店長はファミマのレギュラーが4位。はい、4位ですね。はい、なるほど。2位、2位いきますか。2位。はい、はい、2位は僕は5番を選んでいます。5番。私は1番。あ、ファミマのレギュラーです。ローソン。おお、なるほど。なんか同じじゃない。あ、違うよ。違いますよ。そう、違うんだけど近しい評価になっているよね。うん、では1位を、はい、1位を発表しましょう僕は4番を選びました。私も4番です。あ、一致。はい、これあれでしょう、絶対これあれだよね。もうすっごい分かった。うん、これはファンマのモカです。もう絶対そうだと思ういやで、一番5位。はい、5位は2人とも一緒なんですね。あ、3。3だ。3番セブンのレギュラ ー激動、激動じゃないですかこれ。暮らしとコーヒーの動画真ん中あたり真ん中頭とお尻は僕ら一緒で、はい、2、3、4は全部違うのか。そう、はい、ではまず2位の、はい、ファミマのレギュラー、夏美店長はファミマのレギュラーは何位でしたか。ファミマのレギュラーは4位。4位。あ、はい、結構ここは差があったんですね。ファミマのレギュラーについて話しましょうか。はい、僕は結構味が鮮烈で飲みやすいなと思って、うんうん、普通で選んで、去年確か薄いっていう評価だったんですよ僕。そうです。うん、が結構濃さが出てて、うん、あれこれ好きだぞって思ったのがファミマのレギュラーでした。うん、夏美店長はファミマのレギュラーはどう感じましたか。確かにすっきり飲みやすい感じ、うん、で、その並べた時にたまたまここだったっていう感じがする。ああ、じゃあ別に
この2、3、4に関しては、うん、そこまで差がないっていう感じですか。多分私の今回の中盤の順位は、うんうん、濃いか薄いかでなってる。ああ、なるほど、はい、一番薄いは5番がセブンなんですけど。あ、なるほど、はい、だから多分私の順番は、うんうん、でも2、3、4、5は、うん、多分だんだん濃いのからだんだん薄いのになってると思う。ああ、なるほど。気がする。じゃあ夏美店長が2位で選んだ1番のコーヒー、はい、ローソン。ローソンですね、はい、これは2人とも上位にランクインしてるんですよ。僕は3位で夏美店長2位ですね。あ、はい。で、去年がローソンのコーヒーってアメリカーノだったじゃないですか。で、今年もアメリカーノの方式に変わりはなかったんですよ、うん、はい、泡もりもりで、うん、でも明らかに美味しくなっている。なんかアメリカーノっぽくない。うん、だってローソン毎回さ、やるたんびに申し訳ない結果だったじゃないですか、うん、まあアメリカーノだからねっていう理由で外れてたけど、うん、アメリカーノでここまでできるんだっていう風に僕は感じました、うん、すごくレベルがローソン上がってるなと、はい、上位に来てるしね。夏美店長はどうでした？アメリカーノのローソン2位に来てますけど、うん、結構濃さがあって、うん、あのコーヒー感のしっかりある味だと思いました。うん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 、これアメリカーノって言われなかったら分かんないよね。分かんないぐらいも生きてるよね。あの、もう泡も消えてたし、うん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 、ローソンも上位に食い込むようになったと、うん、で、続いて4位、はい、僕の4位は2番のセブンのブルマン。2番は真ん中、3位です。3位ですね、はい、意外だったね。もっとこれ僕上行くかと思ってたんですよ、セブンのブルマン。私、こう逆でもよかったな、うん、ブルマンとファミマのレギュラーが逆でもよかった、うん、今ありっすかそれ、うん、ぐらい、1、2、3、4、僕は4だ。下になるね、下になるんです。あ、下になるんだ。そう、こうだから。あー、なるほどね、うん、良かったのにね。美味しくなってるし、現にこれも美味しいんですよ、うん、普通に。セブンの飲み比べした時の評価は変わってなくて、うん、でもモカに届くかっていうと全く届いてなかったということですね。うん、私あの、そのセブンのブルマンの時でもなんかちょっと喋ったかもしれないけど、どうしても後味の、うん、意外が、うん、あれが苦手。うん、これってセブン特有なの？いや、いいから、もう反対でもいいからそのめっちゃ迷うや、うん、ファミマのレギュラーが3位で、うん、4がブルマンでもいい。この辺はもう、はい、最下位ですね、はい、最下位が一致してるんですよね、はい、最下位があセブンのセブンのレギュラーということで、はい、うん、これはなんで最下位だったんですか。なんかもう味がよくぼやけてるよね。薄いというのか、うん、すっきりしすぎるというのか、味がそう、うん、平坦というか。平坦だね、確かに確かに。この位置が毎年ローソンだったんですよ。なのが一気に変わった。え、セブン機械変えて美味しくなったって散々動画でやった後に、まさかの2人とも最下位にするっていうぐらい、やっぱ激動だったって感じかな、今年はね。うん、はい、暮らしとコーヒーの動画ぶっちぎりでしたね、うん、今回のコンビニコーヒー頂上決戦は圧倒的でした、はい、うん、もう飲んだ瞬間分かったよね。なんかレベチって感じでした。レベチですね、これに関してはやっぱレベチですね。それは SCAJ に殴り込みたくもなるわっていう味が、うん、うん、焙煎を変えてるんですよ今回。あ、そうなんですか。素材は一緒で焙煎を工夫しましたで、ここまで。僕ね、あの彼女がすごいなと思って、熱量がめちゃ高いんですよ、これは。すごい、うん、いや僕 SCAJ のライブ配信でも言ってるんですけど、はい、マジで迷惑でしかないコンビニでこれを出すのは僕らの業界にとっては迷惑でしかないぐらい、チェーンのコーヒー屋さんだったり、うん、まあそんなコーヒーをメインに置いてないけど喫茶店だったりね、うん、とかっていうのは本当に厳しい時代になったなと思いましたね。コンビニコーヒーでこれをやるんだったら本当に街のコーヒー屋さんは気合い入れないと負けます。これ、あの町のコーヒー屋さんっていうか、うん、よくあの、まあ、ランチとか、あ、あの心ないコーヒーね、全然美味しいよ、うん、むしろ買ってこいと。いや、なんかもう、うん、いや、ランチの後でこれ出たら、ここコーヒーにこだわってんなって思うぐらいちゃんとしてる、うん、だし
きっちりモカしてます。やっぱコンビニでスペシャルティーコーヒーが飲める時代、はい、シングルオリジンではないんですよ、モカブレンドだから、うん、でもブレンドしてる豆も多分すごいこだわられてるし、うん、じゃないとこうはならないとぐらい明確に素晴らしいコーヒーを作ってきてるなと、はい、はい、でここに来てですね、はい、実はね SCAJ の会場で、うん、僕 VTR を撮ってきてるんですよ、はい、はい、その VTR をどうぞ。改めましてよろしくお願いします。お願いします。自己紹介を簡単に、はい、いいですか。ファミリーマートのコーヒーを担当しております松田と申します。よろしくお願いします。この動画は、はい、この2022年冬のコンビニコーヒーの頂上決戦の後に流れたものなんですよ、はい、でなんで今これを撮ってるかっていうと、はい、どうせ勝ってるだろうっていう僕の予測で今回してます。本当ですか。なんでやっぱそうだっただろうっていうのを未来の僕に今言ってます。はい、ありがとうございます、はい、で今回モカブレンドなんですけど、はいはい、前回の動画で僕エチオピアのイルガチェフじゃないっていうのに対して返信いただいたじゃないですか、はい、そうですね。豆は今回も変わらず、はい、変わらずです。なのに、はい、あんなに味が違うのはなんでなんですか。今回香る焙煎っていうあの焙煎方法を変えまして、まあ、モカの豆を、まあ、華やかな香りを、まあ、最大で煮かす、まあ、焙煎に変更しました。というのもその、まあ、以前よりかは熱を早く、あの加えることでモカの豆の細胞が壊れて、はいはい、より香りがこう吸収しやすいというかというような豆に変更して、あの焙煎に変更しております。だからめちゃくちゃ華やかに僕感じたのは、はい、そこですよね。そこです。カロリー前半にバンってかけて、はい、一気に開く。そうですね。コーヒー焙煎はされるんですか。あ、私はしないです。なんでそんな詳しいそれも完全にロースターの意見なんですか。はい、やはりすごもうこう常に美味しいコーヒーを作りたいなと思っていて、うん、でもかってもうちょっと華やかにできるんだろうかという挑戦から始まって、なるほど。で、まあ、あの焙煎のメーカーさんにも協力いただいて、でもちろんあのカスヤさんにも、まあ、共同開発をしておりますので、まあ、みんなでこう実験のように、焙煎方法と変更しながら、めちゃくちゃ飲んだんですね。めちゃめちゃ飲みましためちゃめちゃ飲みましたいやけどその成果がこうやって出てるのが素晴らしいなと思って、はい、でこんだけやっぱ美味しいモカなんですけど、はい、ブレンドとモカと2種類今コーヒー展開されてますよね、はい、どれぐらいの比率で違うんですか。どっちが多いんですか。ですね、圧倒的にブレンドが売れてまして、なんでなんて思うんですけどね。いや本当モカを飲んでほしい、はい、あのファミマのコーヒーは僕本当モカブレンドを飲んでほしくて、本当に一人でも多くの方にモカブレンド飲んで、あ、スペシャルティーコーヒーってこんなんなんだって思うぐらいのクオリティがバーンって出てるので、はい、ぜひ飲んでほしいんですけどね。飲んでほしいです、ね、いや今回自信作で、まあ、美味しく出来上がったので、うんうんうん、ぜひあの全国のファミリーマートにあるのでいただけたらなというふうに思います。はい、今回ホット部門2連覇なんですよ、はい、多分、はい、未来では2連覇してるんです、はい、3連覇に向けた意気込みを、はい、どうぞカメラに。3連覇をカメラにも、3連覇します。でも僕はこんだけいろいろお話してても、はい、一切忖度なくやるんで、はい、3連覇できなかった時はごめんなさいそれは忖度なくいくので、はい、お願いします。ぶっちゃけでいかせてもらいたいと思います、はい、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、はい、あのね、うん、もう会場で飲んだ瞬間、うん、絶対これじゃんと思った。おー、このレベルでやるんだったら絶対この冬勝ってると思って、うん、勝利者インタビューを開発者本人から取ってきてますこれはい、はい、ということで、はい、あの3連覇に向けての意気込みをっつって、うん、いやもうこれ絶対勝つと思ってもう先回ってそれを取ってました、うん、この冬も圧巻の横綱相撲でしたね、うん、はい、ということで暮らしとコーヒーのコンビニコーヒー頂上決戦、はい、暮らしとコーヒーとして、うん、この冬飲むべきコンビニコーヒーは、はい、ファミマのモカブレンド、はい、ということでよろしいですか。はい、OK、はい、はい、ですね。暮らしとコーヒーの動画、あとはもう好みですね。あの、うん、ぶっちゃけて言うと、うん、まずいものはないんですよ。そうです、今ね、はい、だからおにぎり食べるんだったらこのコーヒーがいいとか、うんうん、やっぱそのコンビニで出てる食べ物だったりスイーツだったりに合わせて開発されてるものもあると思うので、うん、これはもう皆さん好みです。ただコンビニコーヒーがここまで来てるっていうのをぜひ飲み比べはしていただきたいなと思いますね、うん、これで
ファミマのモカがもう圧倒的に美味しいんですけど、はい、ファミマのモカしか飲まないとかじゃなくて他のコンビニコーヒーって毎日飲み比べることも一つのコーヒー体験としては楽しいんではないかなと思います。だからセブンイレブンによったら、うん、ブルマンを買うのがいいかなと思うし、220円だよどうするってならない、大丈夫か、まあけどブルマンだろうね、この2つだったら圧倒的にブルマンですね。ローソンでいつもカフェラテだけどコーヒー飲んでも美味しいからちょっと今日はコーヒーにしようかなとか、それは伝えたいですね、うん、あの今までローソンのカフェラテって言ってきたじゃないですか、うんうん、ホットも美味しくなってます。はい、でファミマはやっぱりけどモカだね、モカ飲んでほしいですね、うん、みたいなね、はい、感じで、ただモカ強すぎて食べ物に合うか合わないかってどうなんだろうね。いや全然いけると思うよ、ありだね、うんうん、あの苦いわけでもないし、うんうんうん、本当にクリアで綺麗な味が出てるので、うん、そのアメリカンじゃないと飲めないとかそういう人でも飲める味だと思います。これさ会場でも言ったんだけどさ、モカブレンドの濃いめ出してほしいよね、もっと絶対美味しいよねこれの濃いめって、モカ味が強くなって、ね、ぶっちゃけファミマはレギュラーの幅を出すよりは高級ブレンドを選べるようにしてほしい、うん、と思ってるんです。どうですかね、どうですかね、どうなんでしょうね、どうなんですかねファミマさん。いやけど隠してやってもこうだったからやっぱそういうことですね。でちなみに全てのコーヒーの値段はこんな感じです。はい、140円だよモカブレンド。そうかそれはいけないよね、140円。僕はモカブレンドに220円出してもいいなと。そうよね、どうせ220円出すんだったら僕もモカブレンドかなと思います。あとモカの大きいサイズも出してほしいよね、モカ推しとしては。モカの M 欲しい、 S しかないですよね。はい、モカの M で300円とか全然飲むと思うけどね。強気でいっても全然いける、うん、うんレベルにいる。そうね、今回セブンさんが強気で来てるけど強気で行くべきは僕はファミマだと思います。そんなに言うな、僕会場でも言ってますからね。もっと行った方がいいっすよ、コンビニで400円払う時代が来ますよ、コンビニコーヒー、これだったら僕300円までは全然ありだと思います。っていうか逆に取ってもらわないと困るぐらいですこの話。はい、ということでコンビニコーヒーちょっと長くなりましたけどね。コンビニコーヒー、クラシトコーヒーとしてはこんな感じになりました。、はい、で今日スペシャルゲストが実は来ていて、はい、切り抜きさん、切り抜きチームが来てくれてます。はい、切り抜きさんようこそ。はい、この撮影の舞台裏は切り抜き動画さんで多分公開されますということですよね。切り、はい、切り抜きさん企画をねこれからちょっとやっていこう、はい、もはや切り抜きではないんじゃないかっていうオリジナルコンテンツがどんどんこう供給されるというね、はい、切り抜きさんたちは一番美味しかったのは何ですか。あ、もうブラインドでやってもそうだったんですね。5位は何ですか。あ、そうなんだ、一致してたんですか。僕らの今意見を聞いてとかじゃなくてブラインドでそうだったんだ。この真ん中は結構バラバラしましたよね。でしたね。いや、やっぱ1位と5位はすぐ分かった。はい、で、切り抜きさんのチャンネルではクラシトコーヒーの動画が長いじゃないですか。はい、で抽出だけ見たいっていう方のために抽出を切り抜いてくださったり、あとライブから僕らの抽出とあのレシピを切り抜いてくださったり、あとお話をまとめてくださったり、本当にね、あのクラシトコーヒーをちょっと見たいっていう方、ちょっとここだけ見たいっていう方のためにいろいろ編集してくださってて、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。1000人行きたいですね。1000人行きたいですよね。なんとか1000人行ったらなんかまたやりましょう動画を。博多行きますか。おお、ありですよね、ありですよね。はい、ということで、切り抜きチャンネルともどもクラシとコーヒーの動画今後ともよろしくお願いします。お願いします。はい、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。クラシとコーヒーの動画、はい、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。今回の動画いかがでしたでしょうか。気に入っていただけましたら高評価、チャッチャッチャ、チャンネル登録よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。またツイッター、インスタグラム、TikTok と SNS もしておりますので、そちらの方もフォローいただけると嬉しいです。はい、ツイッター頑張ってます。1万人行きたいです。はい、僕は良くなると信じてますよ、ツイッターは。はい、ツイッターで頑張りたいと思っております。インスタグラムはお店の情報を発信しております。はい、さて次はどうするんですか。はい、僕多分ね燃え尽きてると思うんですよ。
あの毎日更新してて、はい、ちょっとまだ真っ白です、今のところね。でも何かはやります。ではまた次の動画で。動画でーす。はーい。いやもうしてる、もうしてる、僕の中ではもう今話が出来上がってる。3連覇ですよ、3連覇だから3連覇に向けて勢いよ。もう2連覇してる流れでなんだと思いました。いやもうしてます、してます。これは未来、本当に未来の未来けどこんだけやっぱレベル上げたら次もまた期待されますよね。そうですよね。いや何しようって感じですね。何しよう、何ができるんだろうって。今まだ回してますの、はい、ちょっと聞きたいんですけど、モカ、はい、以外は興味ないですか。モカ以外は、まあ、いろいろ、まあ、過去にも別の豆をやってるんですけれども、ね、うんうん、まあ、やっぱりモカが、まあ、スペシャルティーコーヒーの中では一番、まあ、お客さんが飲みたいなって思っていただけてるコーヒー豆だと思っているので、あの華やかな香りでなかなかモカぐらいしかないのかなと思って。あ、逆に中華以降のこってり系のやつとかもファミマさんに出してもらったら、はい、もうすげえ面白いと思うんですよね。なんか他の産地もぜひ目を向けていただいたら、はい、なんか偶然なんかいっぱいいるじゃないですか、はい、いろんな産地の人が、ぜひ声かけてもらって、はい、そうです。このま会場回ってやっぱりそこにいろんなコーヒー、そうです、ね、あの飲ませてもらって、うんうんうん、いろいろなんかあの次なるアイデ ア, ア, イデアというか、はい、見つけていきたいなと思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。ブラジルとかいいと思うんですよね。あ、ブラジルありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。